皆さんこんにちは。こんにちは、ワールドラバーマーケットのやっすんと、今日は滝戸さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、というわけで今回はですね、はい、ラバーの紹介ですね。こちら滝戸さんに使っていただいてます、表ソフト、ラクメに使っていただいている表ソフトのハマー極薄、実際に使ってるやつですね、はい、やっていきたいと思います、はい、で滝戸さん、ハマーにバックのラバーを変えてからめちゃくちゃいい成績が出てるっていう。そうですね。めちゃくちゃいい成績出てるっていう。はい、出てます。はい、話をお聞きしました。あの全関東社会人、そうですね、30代チャンピオン、はい、めちゃくちゃすごいですね。まあ、でも、まあ、2、3年前なんですけれども、はい、チャンピオンになりました。で、あと東京選手権、そう、この前ありました。3月はい、1、2ですね、はい、に出ました。年代別なんですけども、はい、はい、東京選手権でベスト16ですね、はい、東京選手権って言ったら年代別で、はい、日本で多分2番目ぐらいですね。マスターズが1番で、マスターズの優勝者と準優勝者が出てたので、はい、多分2番目だと思います。結局そうですよね、うん、マスターズの方がまあ幅は広いけど、はい、東京選手権もほとんどの選手結局出てくるっていう、そんな感じですね、感じの大会ですね、はい、すごいです。なんで浜に変えたらそんな成績が、好成績が出るようになったかっていうことを今からですね、はい、お話ししていけたらと思います。はい、もうぜひ、もうこれはね、撮りたかった動画なんでね、今日はもう自分の感情を全部込めて、ありがとうございます。ここまで物々が出せるんだぞっていうのをですね、はい、ちょっともう正直に伝えていきたいと。あ、ありがとうございます。もう興奮しております。はい、そうしましたら、はい、まずはですね、まあ、長々と喋ってしまってもあれなので、プレイ動画の方を一旦皆さんに見ていただきましょう。はい、はい、どうぞ。それではハマー極薄の、プレイ動画なんですが、まず特徴その1ですね、ブチ切れというところです。このツッツキ見てください。はい、ちょっとわざと分かりやすくしてるんですが、完全に台の上で戻っていくこの切れ味ですね。表ソフトでここまで切れるっていうのを、知っておいてほしいです。で、滝戸さんが、切った、レシーブですね、レシーブに対して、私が触っているんですが、こう合わせるような感じだと完全にもうボトッと落ちてしまいますね。もうネットの下の方に当たっちゃうような感じ。もう相当切れてますね、これも。はい、今言っていたように、これスローで見ていただいたら分かるんですが、めちゃくちゃイレギュラーします。急にバウンドが跳ねなくなっているのが分かると思います。表ソフトながら自分の力で思いっきり切った時に、もうここまでイレギュラーするほどの切れ味を埋めるっていうのは非常にすごいことですね。次はドライブに対してカットで切るっていうのをやってもらいました。これですね、ちょっと見送っているんですが、ボールが戻っていったの分かると思います。これもですね、またスローで見ていただくんですが、めちゃくちゃ曲がっています。これ強烈な横下回転がかかって、ボールが曲がっているので、もう思いっきり切られてこういう感じだと、もう正直ドライブで合わせるのも非常に難しい感じですよね。これもですね、もうめちゃくちゃ切れて、思ったよりも軌道が変わるんですね。この強烈な切れ味を埋めるっていうのが、まずハマー極薄の一つ目の特徴になります。ここからは二つ目の特徴の変化の部分ですね。ハマー極薄は切る切らないが非常に分かりにくい、ラバーです。ここですね、ずっと切るツッツキをされてたところで急にナックルのツッツキを混ぜられると、これもめちゃくちゃ切れてますね。切る中にナックルを混ぜられるとツッツキが浮いてしまうんですね。これ切ってます、切ってます。これがナックルなんですね。今のが非常に分かりにくいです。切った時と切らない時で同じような軌道、同じような弾道、両方ですね、低く滑ってくるような弾道で球が飛んできてますので、非常に分かりにくいです。これスローで見ていただいたら、本当にその分かりにくさ、切る切らないの分かりづらさっていうのが、よく伝わるんじゃないかなと思います。これですね、基本的に滝戸さんツッツキをこう切っているんで、私もその切った回転に合わせて返してるんですが、これですね、
今ナックルが来たんですが非常に分かりづらいです。滑ってくるようなナックルなんで切れているようにしか見えないですね。でこうやってツツキを切っていて、相手がその回転に合ってきた時にナックルを出すともう攻撃ができるというような感じですね。簡単に孵化してくれます。今度はカットで、ナックルカットを出してもらいました。この正直先ほど切れるっていう特徴を言ったんですが、これですね、切れてますね。切れるんですがこのカット、これがナックルに見えないんですよね。切れてる時と完全に同じ弾道で飛んでくるというのがもうかなり恐怖を覚えるポイントになっています。これですね、今のは切れてます。で、ここから次ナックルカットが入ります。よく見ててください。これナックルなんですが軌道がめちゃくちゃ低くて切れてるようにしか見えないんですね。この軌道の分かりにくさというのがすごくいいところです。あとはですね、音がナックルも聞いた時もコンとコンという音をしてるんですね。はい、でこの音も同じなのでより分かりにくさをアップさせるっていう感じです。まあ、正直あの特徴の一つ目だった回転の最大値が非常に高いという特徴プラスこのナックルの分かりにくさですね、もうこの両極端な回転の振れ幅、ここの変化の部分がもう非常に、いいポイントになっています。これですね、もうめちゃくちゃ浮かしています。正直回転の量が多くてここまで変化が強いとですね、まあちょっと分かりにくくなるだけで非常に取りにくいんですが、もう正直動画見てても回転の違いが全然分からないレベルで、非常に変化が強いように見えると思います。これです、めちゃくちゃ切れてるんですね。切れたボールと、ナックルが混ざってきた時にその通常であればあナックルしたな切れたな分かるんですが、ハマゴクス全然分からないです。これですね、低くて滑ったナックルカット、これがもう本当にハマゴクスのいいところで、卓球団さんのようなカットマンの相手にチャンスを与えてしまう。で次特徴の3つ目ですね、ブロックと攻撃のエグさっていうところ、まあ、表ソフトなんで当然攻撃は、しやすいわけなんですが、これですね、もうナックルブロック、あとブロックの球離れからのスピードの速さ、これですね、ナックルなんで落ちちゃってるんですね。通常のブロックと同じように合わせると、変化にやられてしまう。これですね、押し込まれるような形でやられると何もできなくなっちゃうっていう感じですね。こうです、切れたレシーブでループさせてブロック、これも鉄板のパターンですね。レシーブが切れてるので持ち上げることしかできない、持ち上げさせたらブロックで、相手を押し込む、このエグさはハマー動く薄じゃないとなかなか出ない、ブロックになります。これですね、ナックルのブロックでこう次うまく返せないっていう、もう正直撮影で、まあ、今のプレイ以上何倍も私ナックルをボト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 落としてしまいました。球が速いのでナックルだろうなと意識していても球が速いことでなかなか面を出すのが間に合わないっていうのが正直なところでした。次は卓球丼さんからの攻撃ですね、やっていきました。ハマー極薄は表面の回転のかかりが非常にいいのでこっちのツッツキに対してのツッツキ打ちが非常にしやすいです。相手のレシーブの下回転に対して負けないツッツキ打ちのしやすさっていうのは非常に魅力です。でここから卓球堂さんのロングサーブからの攻撃ですね。まあ、正直ロングサーブを出してレシーバーが合わせてくれれば、まあ、あとは正直3球目の方も合わせるだけで結構質のいい球が出る。これやっぱり弾み自体は弱いんですが球離れが非常に早いので上手に合わせてやれば勝手にスピード感が出る、で直線的な球が出る、しかも、ナックルも出しやすいというところで、まあ、正直かなりえぐい感じの、攻撃の仕様になっています。ですね、攻撃もかなりえぐいです。まあ、ちょっと簡単におさらいしていくと、特徴の3つ、ぶち切れ、ここですね、めちゃくちゃ切れるっていうところで、あと変化ですね、下と、ナックルがもう全然わからないと、かなりわかりづらいです。これですね、今孵化したんですが正直撮影した動画を見ていても、これナックルだったのっていう感じで編集しながら思うような
ナックルなんですね。これですね、全部同じように切れてるようにしか見えないっていうところですね。でブロックのエグさ、これです。このナックルブロックから跳ね返すと、正直カットマンがやるようなプレーではないんですが、まあ、簡単にできてしまうので、まあ、自分から変化をつけるカットマンにはもう持ってこいのラバーっていう感じですね。変化や攻撃で、自分から点を取るカットマンに非常におすすめです。はい、プレー動画はいかがだったでしょうか。はい、まあ、プレーを撮影してて思ったんですけど、うん、僕本当に取れてなかったです結構ねめちゃくちゃ取れてなかったです。いやでも本当にあの試合ではああいう感じになるの。あ、やっぱりそうですよね、うん、なるんですよ。はい、まあ、その今からちょっと細かく説明していくんですけど、はい、その浜特有の変化というか、うん、で回転、うん、でスピード、うん、で変化がわからない、その辺が本当にすごいので、多分敵としては絶対嫌だろうなって自分でも思います。正直試合に出る身としてはそんなに広めたくないそう、いろんな人からもね、はい、自分の動画を見てこうラバーをハマーに変えたっていう方も正直結構いらっしゃって、はい、あ、なるほど。で話も結構聞いてきたので、はい、それも踏まえながら、あ、で全員に合うわけではないんですよ、はい、やっぱり簡単なラバーではないので、はい、中級者向け以上、まあ、ね、自分で変化をつけれる、そう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 、まあ今回転系の表ソフトでカットしてる方、うん、はい、まあ、ほとんどの方は、まあ、結構実は回転系なんですけど、うん、まあ、そういったラバーを使ってる方ですね、はい、今よりも変化出ますよと、うん、今よりもぶっつり、もうそれはもう断言できます、はい、っていうところですね、はい、ちょっと説明していきたいと思います、はい。でまずハマーの特徴の一つ目なんですけど、はい、これ前々からずっと言ってるんですけど、とにかく切れる、これは切れます、切れる切れる、回転量がすごい、うん、はい、でさっきプレイ動画見ていただいても分かったと思うんですけど、ツッツキとか切るカットがめっちゃくちゃ切れてるやっぱりそう、表ってそう、そう裏に比べて切れるイメージがちょっとないんですよ。ないんですよね、はい、いや大体が例えばレシーブとかをした時に、はいはい、まあ、軌道もそんなに切れてる軌道じゃないように見えるのよ、はい、そうです、そう、もうスーッと行くんだけど、はい、実際ドライブを上げるとパトーって落としてくれるから、もう敵の顔がね、表情が変わりますっていうの感じになる。なんだこの表と、もうそれだけで勝ったなとよし、これは喧嘩が効くなっていう感じになりますね、はい、でやっぱり卓球道さん、はい、さっきプレーしてて、うん、横回転サーブを私が出したボールをブズッと切るプレーがすごく多かったんですね。そうですね、はい、うん、それがめちゃくちゃ切れてて、まあ、その切れるっていうのは正直前も動画を出したことがあって、あ、まあ、めちゃくちゃ切れますよって言ってたんですけど、まあ、今日はそこにプラスアルファしてこうドンさんがこう滝ドンさんが実績をこうどんどん出してきたものをちょっと続けて説明していきたいと思います、うん、ぜひ、はい、で次2つ目の特徴ですね、はい、切る切らないの変化、うんうん、こうナックルと切った時の軌道が、はい、まあ、さっきも動画見ていただいたんですかね、はい、同じなんです、はい、その極薄、球離れ早いじゃないですか、早い、その球離れを生かしてコンって触るとめっちゃくちゃドナックル面白いほどドナックル、はい、僕もさっきプレイしながら何本ツッツキを吹かしたか本当にそうなんですよ、硬くて、うん、直線的なドナックルプラス切った球、うん、直線的めっちゃ切れてる、わからないです、わからない、ボールの軌道がほぼほぼ全く一緒の感じでそうですね、飛ぶんですよね、そう、これが結構得点、はい、パターンになってます自分の中ではね、はい、そうですよね、うん、結構ミスしてくれます。なんならもう付き合いでも勝負ができるようなイメージかもしれないですね、うん、はい、取りましたもんね、はいはいはい、あとはですね、私が思ったのが切っても切らなくても甲高い音がする。ああそうだ、そうですね、音が本当に全く同じような音なので、うん、やっぱり音って結構大事な判断基準になるんですよね、うん、音が全部ナックルのような感じで出るんだよね、これね、全部カン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 言いますよねカンカン言いますありがとうございます、これはいいです ね、軌道が同じで切る切らないの変化がつく、うん、つくで音が一緒だからより分かりづらい、分かりづらい、ということで
やっぱりそうですね、ずっとしのぎ続けるとか、うん、ずっと切り続けるっていうんじゃなくて、自分から変化をつけてミスを誘う、もしくは得点しに行く、そういうタイプ、はい、そういうタイプの方ですね、うん、自分で変化をつけれる技術をある方、もしくはそういうプレーしたい方ですね、うん、おすすめですね、その変化をつくっていうの、2つ目のそうです、はい、ポイントになります。はい、じゃあ3つ目特徴です。攻撃のいやらしさとか、ブロックのいやらしさっていうことですねブロックね、はい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 これがまたいいんですよですね、これ。これがね、いいですね。カットチの上手な人っていうのは、その横回転からスタートして、はい、それが効かないと分かるとロングサーブが来るんです、はいうん、でロングサーブからカットをさせて3球目っていうのが結構多いんですけれども、はいはい、その時にこのブロック性のショート、はい、でしかもナックルでいく、はい、コースも打ち分けられるっていうのがあると、はい、もう出さなくなりますね、うん、大体が。ね、うん、シート自体はかかるんですけど、いかんせん極薄でめちゃくちゃ球離れが早いので、うん、触った球が直線的で直線的、かけなければナックルになるので、うん、突き刺さるナックルボールが来るともう言えば皆さんお分かりだと思うんですがまあ当たったら落ちるなり吹かすなり、コントロールがしづらいで、これまた遅かったらいいんですけど、うん、球がまっすぐなので非常に速く感じると、これ嫌だと思いますよ、はい、もうあのブロック、はい、僕ロングサーブ出して1本目ストレートパーンやられたらどうしようかとこれね思います。これみんな試すべきですよ、これ絶対試すべきだと思うちょっと進みますね。あ、どうぞどうぞどうぞ、はいはい、で攻撃の方ですね、今ブロックの話してたんですけど、はい、攻撃の方も結構ドンさん下回転打ちをバチコーンと、そうなんです、プレーで打つんですか。ですね、下回転のちょい切れた下回転のボールは、はい、ものすごく打ちやすいです、これ。もうそれはなんでですかね。まあ多分球離れが早いから、はい、あんまりこう変化に影響されないんでしょうね。影響されない、なるほど。多分だから技術的にももっと持ってればナックルも打てるんだけど、はい、私の場合はナックルのボールをちょっと打ちづらいと今は思ってる、はい、だからわざとちょっと切らせてから要はこっちがこうやってブツッと切ると相手もちょっと切れて返ってくるので、はい、それを狙うっていうのは、はい、すごい使ってますね、うん、引っかかりはすごくあるラバーなので、うん、多分その引っかかりを利用して安定させる、でも球離れが早いから直線的ないい球が出るっていう、多分 そこで安定と多分そのスピード感みたいなのが出るのかなと、うんうん、これが多分逆にスポンジが厚いと弾みがいいはずなんですけど、取りやすいような球になるんですよ ね、直線的な感じがおそらく出ないので、うん、こう弧線を描くような感じなんね、はいはい、そうですね、そういう意味ではもう本当に際立ってますよね攻撃変化でめっちゃ切れるとそうです、はい、カットマン、あ、はい、自分が考えるにカットマンって、まあ、守備、はいね、守りが固い方と、はい、変化、はい、要はもう切った切らないで、はい、点を取る人と、はい、まあ、最後攻撃ですね、はい、攻撃の方が上手っていう人と、はい、3つぐらい3タイプ分かれると思うんですけど、はい、守備型の人には合わないと思います、はい、ただ変化系、はい、あとは攻撃系、はい、この 2パターンの人には絶対使ってもらいたい。なるほどなるほど、うん、もう守備で粘って取るっていうタイプではないです、はい、まあ、そこだけはちょっと言っときたいですね。あ、そうですね、はい、まあ、オートマチックに何かをしやすいラバーっていうよりはではないですね。自分自身でボールをコントロールした時に、まあ、えげつない性能を発揮してくれるラバーそうですっていうような位置づけになりますかね。 その通り、はい、えげつないです、はい、まあ、言い方変えればこれからどんどん切ることを覚えたい、変化を覚えたいっていう方のトレーニングにもなるようなラバーですね、うん、なりますね。要は弾まないので、うん、自分で切って持っていかなきゃ、はい、ダメなんですよね。だから感覚が覚えやすい、多分切りやすい、まあ、初心者から中級者の間で切る感覚練習をしたいという人は、はい、絶対薄めのラバーは使った方がいいと思います。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。で、まあ、その他にもこういくつか皆さんにお伝えしたいことがあるんですけど、ほう、ラケットをいろんなラケットに貼って、うん、浜極薄、先ほど検証していました。あ、そうです、はい、で、まあワールドラバーマーケットで取り扱っている、まあ、主なカットラケットというところで、近くにあったのは LQ1 で、原種 L で和の極みの緑、うん、はい、
3本のラケットに貼って貼って全部試したんですね。試したんですが、ね、全てのラケットでそのハマー極薄のその際立った特徴が出てくるっていうところも魅力ですかね、うん、あのラケット選ばないっていうところですよね。多分それって弾まないからだと思うんだけどね。だと思います、ね、はい。弾を持つことが性能としてないんですよね、うんうん、離れることを性能としていて離れやすいのでどんなラケットに貼っても、かなりのその際立った、うん、その先ほど説明した3つの特徴ですね。そうです。回転変化、攻撃やあのブロックのナックルといったところ、この3つの特徴出てくるんですね。そう、最初さ、はい、紹介してもらった時に、はい、前は他のやつを使ってたんです、はい、あの最初に試打した時っていうのは僕攻撃用のラバー、あ、ラケット、はい、を使って試打したの。確かこんなのありますよ、ね、そうそれがそれ攻撃用の弾むラケットを使っても同じようにできたから変えたんだよ、はい、自分。だからどのラケットでもいけると思う。要は攻撃用のラケットだったとしても、はい、全然いけると思う。やっぱりその特徴はどんなラケットでも出るってところですね、うん、多分ね、はい、でその 3種類に関しては大丈夫でした、はい、実際さっきやったもんね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあこのハマー極薄ですね、はい、どんな特徴があるかさらっと3つおさらいしていきます、はい、じゃあ1つ目の特徴、とにかく切れるというところですね、はい、切りやすい、はい、で2つ目の特徴が、切る切らないの変化。変化、回転のこれです。そう、最大値が高いのにナックルが出て分かりにくいとこれね、この変化の軌道が全然同じって、もうこれね、はい、ぜひ試してほしい、はい、で3つ目の特徴が、はい、攻撃のいやらしさとか、そうですね、あとブロックっていうところですね。そうです、そうです。まあ早くてナックル、うん、頭離れを利用した早いナックル性の攻撃やブロック、まあ、かけようと思ったらしかもちょっとかけて攻撃もできるというところですね、はい、うん、この3つの特徴が、あ、まあその他のハマーにはあんまりないもう際立った部分ですね。そうですね、そうです、はい、そう、合う合わないかなり分かれると思います、はい、合わない人は絶対合わないと思う本当に。でも、はい、もし合った時のために1回使った方がいいですね、はい、もし合ったら逆にもかなり最強かもしれない。ここから変えれなくなる、変えれなくなります。私も多分新しい、はい、もうよりいいものが出ない限りは多分これでやるでしょう。そうですね、そう、はい、ずっと買えなかったからねそうですね、はい、はい、で、まあ、おすすめの方に関しては、自分で変化をつけて、点を取る、もしくは相手にミスをさせるというような、うん、あとはその変化をつけて攻撃につなげるっていう、うん、そういうタイプのね、はい、守備一辺倒でずっと粘れよっていう方には正直ちょっと向かない、はい、と思います。私は、はい、うん、本当にですが、まあ、表の方ってそもそも表カットマンの方ってめっちゃ粘るよっていう方よりもこうブロック挟んだり、切る切らないつけたりっていうことをそもそも自分からしたい方がほとんどだと思うので、うん、そういう意味ではもう表のカットマンの方全員試してもらってもいいんじゃないかなっていうような感じになります ね、 そうですね、はいはい、使ってやってほしいです、はいはい、本当に本当に使えたらマジですごいです、はい、ただ使えない人もいます本当に、はい、半分ぐらいは僕の知り合いで半分は元に戻しているので、はい、それも正直な、はい、あの感想としてはそうだから、はい、難しいラバーではあります、はい、簡単ではないです。でも、はい、合っちゃったらやばいです本当にこれは強烈な、僕はもうね、はい、これを言いたかった。本当に強烈な個性と性能を使いこなせたらやばいことになると、うん、そうです。個性は強いですが、はい、ぜひ使ってほしい。はい、なるほど、ありがとうございます、はい、で、ラケットを選ばないというところですね。そうですね、これもまあ補足としてすごい重要な特徴かなと思います、はい、そんな感じでめっちゃ熱かったですねまあ好き放題言いましたが、はい、あのハマー極薄の 愛情というか、うん、もう入れ込んで、ありがとうございました。感じ僕的にはもう、いや、こちらこそありがとうございます。もう紹介していただいて、はい、本当にでも本当にそれだけやっぱり強烈な変化を、うん、で、タキドンさんのプレーを支えてるその結果、うん、あのハマー極薄を使ってからピュンと出た結果っていうところがやっぱりそのそうですね、ラバーの物語ってますね、凄さ物語ってると思います、うん、そう思います。はい、ぜひですね、あの表ソフトを使っているカットマンの方ですね、うん、試してください。はい、必ず試して、もう絶対試してください、はい、欲しいと思います。はい、はい、じゃあそんなところですかね。はい、そうですね、はい、それでは、このハマー極薄ですね、非常におすすめです。皆様からのご注文をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。